はい、皆さんおはようございます。投資でストレスフリーライブよっちゃんです。今日は6月1日今午前10時42分音声収録 YouTube 録画しております。いつも YouTube 見ていただきまして本当にありがとうございます。では、早速今日は仮想通貨のまずニュースからねお伝えして、その後時価総額上位100、この辺ちょっと見ていこうかなと思います。今日大きなニュースですね。まあ、ビットコインの方では、下値を切り上げるも同意ユースのビットコインということですね。まあ、確かにビットコインはですね少し回復基調にはあるんですけども、ちょっとこう盛り上がりに欠けるかなというエネルギー不足のようなところはね、ビットコインだけではないんですけども、ちょっと仮想通貨のね動き少し気になるところあるのかなと皆さん判断されてるんじゃないかなと思いますけども、あとは押し目買いによる上昇開始の兆しという形でも記事が出てたりするんですけども、まあこの辺どうなるかね、ちょっと相場今後どうなっていくか、皆さんも注目してるんじゃないかなと思いますけども、ちょっとやはり最近の動きでは私のね、元に届いた声では、最近買ったんだけど、ちょっと最近ビットコイン怖いね、とか、あとは、ビットコインってこれから上がるのかいっていうね、ちょっと、声をいただいてるんですけども、確かにちょっとそういう動きがあります。あとは逆にこういう時こそね、チャンスじゃないかっていう動き。まあ、こう、二極化しているような感じはね、私の、まあ、近くの方の声、ユーザーの声というか、近くの、まあ、本当に現場にいる声としては、そういう声が届いているのかなと思いますけども、この辺はちょっと難しいところでね、まあ短期的にはどうなっていくか、長期的にはどうなっていくか、見方によって全然変わりますし、まあ長期的に見れば買っとこうかなっていう形もあれば、短期的にはちょっと下がるかもしれないから、少しポジションを整理しとこうかなっていうね、判断している方もいらっしゃると思います。まあそんな中ね、今日はいろんなニュースが出てきてたんですけど、特に大きなニュースはね、なかったのかなっていう感じですね。これからまたね、午後になって出てきたりする可能性もありますので、特に今日はね大きなニュースないです。まあ、1000億円を運用する、仮想通貨ステーキング企業はシンガポール企業が買収へということ、まあ、これもね、一応大きなニュースかなと思うんですけども、まあ、特に相場の方には、反映されているのかなというところかもしれないですね。はい、XRB、5分間で約 2.5% 上昇中。ビットバンクの XRB が、リップルが現在116円、5分内の上昇は約 2.5。結構、リップルね、最近、昨日ぐらいからですね、かなり値、ね、動き良くなってきたなっていう感じなんで、まあちょっと押し、それこそ押し目買いという判断してる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。こちらは、仮想通貨ニュースですかね。こちらの方から、ちょっとお話しさせていただきました。はい、ということでですね、早速では時価総額ちょっと今見ていただいてたと思うんですけども、まずビットコインですね、こちら。はい、こちらですね。今日は408万、今407万7000ぐらいですね。7% 高、ということですね。しっかりした動きだと思います。イーサリアムもね、15% 高、29万ですね。29万2137円。こちらはかなりね、回復鮮明かなっていうところ、また40万円。いけるかどうか、それこそ50万円いけるかどうか、っていうところがね、また試される。まあ、一旦とりあえず30万円をね、回復して、ちょっとね、値段固めていければな、っていうところかなと思います。まあ、ただ3位にね、またテザーが入ってきてますので、少しですね、ポジション軽くしてたりとか、してる方も多くいらっしゃるのかなっていうところがちょっと見えるのが3位にいるテザーの存在感かなというところです。はい、それから4位にね、カルダノエーダ、こちらが入ってきてますね。まあ、バイナンスコインが3位、4位というところだったんですけども、テザーとカルダノエーダに、まあ、ちょっと越されてしまったバイナンスコインが5位ということで、バイナンスコインも今日しっかりですね、11% 高、38,792 円。まあ、つい最近までやっぱり5万円前後の動きっていうイメージが強かったので、少しまたね、価格的にはなんかこう、安い水準なのかなっていうところは、私的には思っています。リップルが6位に戻ってきているような感じです。116円、18%。結構今日ね、上がってますね。かなりチャートを見てもですね、他のに比べると、少し上げ幅も大きいなっていうところですし、なんか今後の上昇期待を抱かせてもらえるようなチャート形状になってきたのかなと思います。7位、同時コインですね。こちらも37円ということで、こちらもまあ、なんかこう、一貫性 として買われていたような感じもあったんですけども、まあ、7位をしっかりキープしているというのは、まあ、これは評価していいんじゃないかなと。まあ、投資対象になるかちょっとわからないですけどね。まあ、7位ということなので、まあ、犬系コインとかアニマル系コインにまた注目が集まるような展開があれば、やはりね、まあ、先方を務めるのは同時コインじゃないかなっていうところは、まあ、ありますので、
まあ、こちらがどう出てくるかっていうところもあるかなと思います。8位が、USD ですね。9位、ポルカドート。こちらも堅調ですね。12% 高、2471円。こちらしっかりですね。ユニスワップもしっかり 15% 高、3048円となっております。インターネットコンピュータ、こちらが 4% 高ですね。チェーンリンク、こちらも強いですね。19% 高。ビットコインキャッシュもしっかり 9% 高ですね。ライトコイン 12% 高しっかり。こちらはちょっと省略して、ステラが 9% 高ですね。44円。はい、どんどん行きましょう。イサリアムクラシック 10% 高ですね。7586円。はい、ビチェンも強いですね。19% 高、13円ということで、イオスも 12% 高、トロンもしっかり 8% 高ですね。オネロが 7% 高、ネオも 11% 高としっかり。犬系コインのね、芝犬ですね。芝犬が 16%。こちらもしっかりですね。かなり回復してきたなというところなんで、またアニマル系に集まると面白いですね。相場全体が盛り上がってくる可能性は十分あるのかなと思います。はい、どんどん行きましょう。アイオータ 11% 高。パンケーキも強いですね。17% 高。やはりこの辺の最近ね、人気があるようなイメージがありますけども、こちらもしっかりですね。はい、どんどん行きましょう。はい、この辺はちょっと省略していきます。ビットコイン系をね、買うっていう方もいらっしゃって、まあ、こちらも 6% 高ですね。BTCB ですね。こちらの方は。ヘテラ、9% 高、25%、25円ですね。かなり、ちょっと安くなっちゃったなってイメージはありますけど、頑張れ、ヘテラ。はい、G キャッシュ、10% 高。こちらが、10% 高ですね。はい、どんどん行きましょう。ネムが、8% 高。チリーズも 8% 高ですね。30円ですね。チリーズもう少しこう、上がってきそうだなってイメージはあります。寿司スワップが 19% 高。こちらもしっかりですね。1333円。はい、ウェーブスも 7% 高としっかりです。エンジンコインも 11% 高。しっかりですね。まあ、この辺で大体 10% 前後上がっているものが今日目立つかなと思います。はい、ベーシックアテーションとかも 11% 高。しっかり83円ですね。こちらもしっかりしてますね。はい、ナノですね。オントロジーも 10% 高。ということで、OMG も 8% 高。まあ、この辺のやっぱり 10% 前後の動き、しっかりでいいと思います。はい、とりあえずそうですね、100位までちょっとさらっと見てきたんですけども、特にね、50% とか、そういう上がりは少なくてですね、10%、まあ、高くて 20% ぐらいの動きのものが今日は多いような展開となっています。はい、そうですね。時価総額100位の中では特にね、目立った動きはなくて、まあ他の相場と、一緒で 10% ぐらいの上昇というものがね、多かったのかなと思います。ちょっと200位ぐらいまで少し見ていきましょうか。もしかしたら、そちらの方に買われているものがね、あるかもしれません。はい、ちょっとざーっといきます。ありましたね。これすごいですね。52%。もうチャートだけがね、全然違いますね。これ見て終わりにしたいと思います。急にですね。まあ、週間ではそんなに、上がってきてないんだけど、今日同意づいたんですかね。ちょっと見ていきます。私も全然知らないコインなんで、どんなのか全然全くわからないんですけども。はい。ちょっと見切れてしまって見づらいかもしれませんが、このまま行かせていただきます。チャートが多分出てくると思います。こんなチャートですので、まあ、ここまでは全然動いてなかったけど、急にここから一気に上がって、また、安値つけるかなって言ったところでまた切り返してきたというところですね。半値戻しにはまだなってないので、まあどうでしょうね。ここからまた、こう上がっていくのか。どうでしょうか。ここから、こうなるのかね。まあこの辺でまたちょっと変われそうな気は、この辺りとかも変われそうなポイントかなと思いますけども、まあでも、またなんか上がり始めたなっていうところですね。WRX。ちょっと皆さんもね、注目していただいて、見ていただくとよろしいかもしれません。特にどういう仮想通貨かも全くわからないんでね、あれなんですけども。まあ今日は買われていた。これはもう際立つ強さでしたね、今日見た中では。まあちょっとその下も行ってみたいと思うんですけども、100% とかありそうですよね。忘れた頃に。まあでも今日は WRX がやっぱり一番幅的にも上がって、でそうかなという感じですかね。まあ 20% 前後のものもありますけどね。あ、ドドも 7% 上がってますね。
はい、そうですね。まあ、特に200位まで見たところ、さっきの WRX、こちらが上がっていたのかなという感じで、他はね、特にまあ20%、まあ、こちらも30%近い上昇ですけども、まあでもしっかりでいいですね。数日前に見たときはもう真っ赤でね、見る気もあんまりしなかったっていう感じだったので、それから比べればね、だいぶ落ち着いてきたんじゃないかなと思いますね。まあ、一旦ちょっと売り切ったっていうか、少し現金が手元にある状態だと思うので、少し安いところではね、まあ、何パーセントずつか買い戻そうという動きも多分ありますので、まあ、その動きはちょっと今日とかね、昨日の夜ぐらいから出てきてるんじゃないかなと思います。現金はある程度自分のポートフォリオにね、結構ある方多いんじゃないかなと思うので、またこう買い戻しが入ってくると一気にまたね、回復してくるっていうのはありそうだなと思います。まあ、今日がそれ、少し入ってきてるんじゃないかな。そういう動きがありますね。今日はね。あるんじゃないかなと思いますので。リスクも8%だからですね。しっかりですね。はい。ちょっと今日100位、200位と見てきたんですけども、総じて今日は仮想通貨安定した動き、まあ、上昇、全面高と言ってもいいかなっていうぐらいのいい動きだと思います。まあ、ただ午後にかけてまたね、何かニュースが出てきたりして急落してきたりとか、まあ、逆にさらに急騰してくることもあり得るので、この辺は冷静に見ていけたら、いければなっていうところですね。はい。ということで、今回の時価総額上位、200位まで見てみましたが、いかがでしたでしょうか。何かね、気になる仮想通貨とか、あったら、よかったなと思いますけども、まあ、WRX ですね。ちょっと今日、旬なのはそちらだったのかなと思いますので、ぜひね、チェックしてみてください。まあ、こちらの購入、売却などのね、自己責任になりますので、慌てずに、しっかりね、見定めてから、もし購入したい、売却したいというものがあれば、ぜひそのような動きしてもいいと思いますけども、本当に後悔のないようなね、投資していただければと思います。最後になりますか、投資は皆さん自己責任で、ぜひね、皆様の投資、本当に、利益ね、たくさん出せますように、心よりお祈りして、この辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴、ご清聴いただきまして、ありがとうございました。